ずっと気づかなかった音入ってなかったのかなんか適当に、アテレコなりなんなりしよう後でくっそそれにしてもこの状況はバカ風だもうバンバン打ってこう行けマキちゃんが転がるのはちょっと、いやここまで落とすわけにはいかねえんだよこの試合、試合この勝負、俺の5時間ぐらいが無駄になる、やせ、オッケー、美味しい。ゆうやは多分こっちの方がいいね。マジでやっちゃったな、取れてねさっき気づいて、クソ当たんねえ、技変えるか、一回もう一回マハラギにしてみるか、一歩前に出てヒートウェーブ、ひたすら積む、積むぞ、積んでくぞ、でも当たったよねさっき、根気強くやってくか、これ一回やってみっか、5回積んだら変えるか、当てるそうな、何があるか分かんないからな、任せ、南條君どうしよっかな、当たらんのだが、どういうこと、全然当たんねえぞ、入った、完全に当たんなかっただけか、200ぐらいか、安い精霊魔法じゃないときついか、デカバーってなんだ、何が起きたんだ、いやデカバーってなんだ、落下じゃ、何が変わったんだ、さっぱりわからんけど、ヘビドラ、一回やってみよう、レベルどんぐらいなんだろう、ボスのレベル、美味しすぎる、ま、でも第2形態とかあるんだろうな、この感じだと、美味しい、こっちの方がいいのかな、クリもあるしな、これからだろう、高橋さん
ルラトホテプ、ニャルコさん、アームズみたいな。なんだこれマジで。ゴッドカンドリーゴッドか。レベル 76？ マジかよ。でけえな。しかもなんか落下じゃ。もう一回真っ赤かじゃ。これやってみよう一回。そろそろペルソナチェンジかな。っていうか人間バージョンの時に変えとけばよかったってやつ。やっせ。どうしよっかな。でもこうどんな攻撃かわかんねえしな。メディラマーの方がいいよな絶対。あ減る。安い。いけそうだ。いやダメだろ。何があるかわかんねえ。耐えよう。落下場も結構積んだしな。あと掘り。うん。リカームがあるんだよな。ちょっとどうしよっか。一回こっちにすっか。ペトラジャーあるし。フライド。うん。結構やっぱ安定だなマシンガン。うわー。あ、減る。よいよい。うわいかんこれ。いかんわ。変えといてよかった。リードはでかい。でかいよこれ。アラギオン、早速変えてよかったぜ。ででん。エナジードレイン防止。エナジードレイン、あ、テトラジャってそうなんだ。この獣人っていうのを俺はよく知らないんだけど、どうしようかな。こっちの方がいいのかな。こっちにしてみっか。2回連続で変えるのもあれなんだけど。フライド、まあ、ボスは多分麻痺とかなんないから関係はないんだけど、威力だけだな単純に。モリモリ。山木ちゃんも本当に体力高くなったな。それでもやっぱみんなで100ぐらい違うの。チナの方がいいか。え？混乱か。3？ ちょっと待って。混乱直すやつ。エナジードレイン。
これか。これでいいんだよね。なるほど、こういう時に麻痺状態回復。麻痺じゃないよねこれ。だって混乱だよねおそらく。病気結構あれなんだな、いろいろあるんだな。こっちはもうあれか。これもう一個やっとけ。これ多分大丈夫だと思う。わかんないけど、あれ治ってない。あ、治った、よかった。あれマーク、ああよかったよかった、ちゃんと治ってる。ブラウンどうしよう。俺がじゃあ後に取っといた方がいいのかな。でもまあ やれるときやっといた方が絶対いいよね、どうしよっか。あ、ちょっと待って、これがあったじゃないか。今まで使う機会がなかったからあれだったけど、よし、どうしよっか。機械のサーバー効くんけ、効かなそう。任せ。反射はされないでほしいけど、なんか向こうっぽいな。バス停がこれで治ったから。3段きっちり。頭になんかついてると思った。あれか、カンドリか。やべ、行くなよ。一番行っちゃいけない人だろう、あれ。マジゴッドカンドリなんだが。マハラギア、こんな時のための、うわバカ。もう一回変えよう。リカーンもやっぱあった方がいいわ。あー違いし、いやこう違いしとかいっぱい買っとけばよかったな。こういうこと、トギのために買っとけばよかったよ。体力どんぐらいなんだろう。おいしい。結構ボスでもそういうとこぬるいな。もう一回、はい、上、どうしよう。よし、これでいこう。もうリカームちょっと必要になってくるかもしんないな。うまくでも頑張るぞ、俺の5時間がかかってんだ。これでもう一回やり直しとかになったら折れるよマジで。今雷とか急に来て停電とかになったら多分立ち直れないかもしれない。うっす、いやでもなんとか耐えてくれてるな。回復だよ、ひたすら回復だよ。何が何でも回復。これがでかすぎるなマジで。
マーク SP 切るっていうか、もうあれだな、この戦い終わったらもう金もちょうどあることだし、いろいろ買い込んどこう。見てみよう。体当たり、ダメだ、届く技がない。やっぱりガンを打つしかない。いろいろ買いだめしとかないとな、うん、すごい今更だけど、あの雷帝蹴りって超かっこいいよ、うん、雷帝って聞くとね、レッドバッカーズのね、銀次思い出すんだけど、うん、雷の帝王で雷帝って超かっこいいよ。おっしゃ、経験値すげえ。俺の5時間45。あ、赤いとこ消しとこうっていうか、ステー40なの、まあ、増えた。すごいバランスタイプですよ、相変わらず僕は。超上がった、マーク2個ぐらい上がった気がする。俺の5時間、いやー、なんとかなった。これで、でもあれだな、あの子逃げちゃったし、君そうめんすぎるだろ。想像？ああ、マキちゃんの、マキちゃんだから、あれか、元気で歩き回ってるってことか。つうかこのさ、今ふと思ったんだけど、この異聞録をちょっとリメイクで出してほしいですね。あの、まあ、PSP 版みたいな感じじゃなくても、グラとかも新調してっていうのはちょっとあれなのかな。だったらでもあれか、むしろ新女神転生とかか。ああ、シャドウ、ああ、ここであれか、今のペルソナシリーズみたいな感じのあれにつながるのかな、気持ち的に。マキマイアキ、ああ、なんとなく似てるなと思ったんだよな。南條くん、金田一かコナンくん、うん、あー、そういうことか。1ヶ月前、監視システムがリンクしていた。霊的に、はあ。うん、謎は全て解けた。孤独だった。
はあ、なるほど。マジか、まだ続くのか。あ、うむ、本当に自分のことを知る必要がある。なるほど、どうしよう。あれ、ブラウンが前に来ているんだが、ちょ待って、こいつはちょっと基本後ろ。これやばいな、キューピーに殺されない配置にしないとな。これでいいだろう。ちょっとトラウマなんで俺は、ちょっとキューピーが。え、どうしよう、これでいっか。武器なんか増えた。ああ、あれ、これつけてなかったっけ。あ、そっか、一回消したからか。よし、なんかもらわなかった、買った時に。鬼車、フージング、合体で使うと無謀の仮面、これか、もらったの。なんかあんのか、これなんすか。何もないようだ。探索になるのかな。まだ終わんないのか、ゴッドカンドリー。どこまで降りればいいんだ。っていうかセーブして、マジでセーブさせてくれ。この辺からエンカウントする。4人か、さてと。じゃあ一旦切りますか。お疲れ様です。